後ろに続きたいですね。後ろに続きたいときはやっぱ逆サイドですよね。そうですね。後ろ逆サイド見てるけど、後ろはやっぱ使いたいですね。あ、いい選手。さすが、ポー選手、ナイスキーパーです。コーナーからプレッシャーを与えて、こういったミスを狙ってボールの方を取っていきます。ああ、ちょっと穴が持たないですね。まあ、ここは切り替えていくべきです。チャンスです。チャンスです。ダメだ。ダメだ。すごい、高いは追求が強いですね。ここです。ここは止めないところです。オリンピックは。ああ、オリンピックいい攻撃です。ああ、4番柳選手、彼ヘルありますよ。シュート。4番の柳選手はここで決めてくれる。さすが頼りになることです。4番柳選手の特徴としてはすごくパスの精度がいいところがあります。ロングパス、ショートパス、いろんなところからパスを出してチームのオフェンスの要になってくる選手ですので、彼のボール回しにも注目したいです。まあ、はっきり言って地味ってことですね。あんま目立たないんですけど、援護者の力持ち的なのが4番の柳選手ですね。まあ、あの5番の亮太選手、まあ、非常に派手なプレーなんですが、それを支えているのが、まあ、柳選手、同級生なんで、まあ、その本当に息の合ったプレーを見せてくれます。さあ、フェニックス、ここは点差を離さないように1点入れていきたいところです。1番があの阿波田の大黒柱の植木選手ですね。本当彼も長く日本代表やってたんで、本当力のあるビートで、まあ、体を見ても人相手も大きいんで、本当に頼りになります。あと可能向きなんですけど、ちょっと胴が長い。そうですね。基本的に足が短い選手は可能性の頃が上手だと言われてます。プレッシャーが強いです。ここをどう張り切るか。そうです、ちょっとあの1番の個人的にかなり難しいな。おー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 ナイスプレー、ナイスプレー、スリーピーチ、ナイスプレー、ナイスプレー。今高橋選手シュート言いつついい機会があったんですけど、思いっきり枠を外しまいました。やっぱああいうところは面白いですね。高橋選手いいところでもあり、悪いところでもあると思います。さあ、ここ1本守ってコメントを行きたいですね。フェニックスの方、彼は今クイック、あのいろんなシュートの使い分けができるんで、先ほどはクロスに行きましたけども、今回クイックで狙ってきたんで、あのクイックなシュートだったり、まあ、あとあのこうタイミングの厚くなってた、そういうのが本当に必要になると思ってます。残り時間前半3分となりましたが、4対1と3点差、徐々に点差が開いてきましたので、決めていきたいです。まあ、でもここで1点取ればまだ分からないので、まあ、ここ1本大事、大事に強くします。あの阿波田の方もなかなか堀内選手の方が進めないので、どっちかというと、まあ、手前サイドに行きますね。さあ5番坪田選手、いいところでボールを持った。ああ惜しい、ドライブだったというか惜しかったですね。さあフェニックスの方もプレスをかけて合わせが、2番小林選手です。来ました、木村亮太選手、落ち着いてますね。2番の小林選手も2004年の世界選手権があった時にアンダーのカテゴリーであの得点をしたくなってたと思います。さあフェニックスいいディフェンスです。こぎ上げています。フェニックスキーパー6番の水木選手も現在日本代表で活躍をしています。いいですね、ファールでフェニックスボールになりました。6番水選手のキーパーにも注目していきましょう。さあフェニックス残り1分30秒、フェ
点を取れるのでしょうか。2番の堀江選手が、まあ、思いっきりパワフルな選手なので、相手を崩すためにはもうゴリゴリこいで諦めないという気持ちを持ってやっていると思いますので、中の動きも注目していきたいですね。やっぱなかなか難しいですね、まあ、時間もありますけども、なかなか難しいので、まあ、ここそう、あここ絶対守りたい、まあ、早い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 素晴らしいパスだ、うわー1対1になったら自分の選手はもうほぼほぼ止められないと言ってもいいので、ああいうシチュエーションにならないようにディフェンスを持っていきたいです。それにしても素晴らしい体の使い方、どこからボールが飛んでくるかわからないシュートは彼の良いところです。今本当は3番のコーデが抜けたのが、やっぱりああいう痛いときでしたね。彼のダメージが違ったんですよ。さあ残り時間20秒、1点入れていきましょう。目の辺1本ですね、パドルが近かったりすると1本デファールでフリーショットが与えられます。さあ決めれますかね。5番の黒田選手ですね、先ほども紹介しましたが、彼日本代表で素晴らしいシュート持ってますんで、パドルが2本上がっていたんですけど、気をついてうまく決めました。ナイスシュートです。一気に簡単で取れましたね。いいですね。後半につながる1点になったと思います。はい。前半5対2で、ホグス駿台がリードして。